さて、毎週金曜日はウェザーニューズの気象予報士に聞くお天気箱です。甲斐さん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日のテーマは、はい、今日は熱中症特別警戒アラートについてです。はい、はい、これまではですね、熱中症警戒アラートというものが、最も、最大級の熱中症に対する呼びかけだったんですけども、さらに警戒を促すものとして24日、から熱中症特別警戒アラートの運用が開始ということになりました。発表基準を見ていきますと、特別警戒アラートは暑さ指数ですね、気温とか湿度とか、そういったものを加味して指数を出すんですが、それが35以上が県内全域で予想された場合に発表ということになるんですね。はい、一方、従来の熱中症警戒アラートというのは暑さ指数が33以上で、県内の一部で予想があった場合に発表されていたものになりますので、この特別警戒アラートの基準がかなり厳しいものになっているというのが分かるかと思いますね。数字だけではいまいちこうピンとこないというか、こっちの警戒アラートの方は、でも真夏はもうほぼ毎日出されていた印象もあるぐらい頻発してましたよね。それよりも危険な暑さということで、この基準に満たすことは佐賀県では実はないんですね。また全国で見ても、警戒アラート、特別警戒アラートの基準に満たしたところはないんですね。そして最もこれに近かったのは埼玉県で、34というのがあったんですよ。その時はと言いますと、最高気温が40度を超えるような場所もあったということになっていました。それでも34ということは、いかにこの35という値が、危険な暑さというのが分かるかと思いますね。この特別警戒アラートが発表されたら、私たちどのようなことに注意したらいいですか？そうですね、健康に重大な被害が生じる恐れと、かなり強めの言葉で言っていますけども、やはりですね、涼しい場所で過ごすようにしてください。自分だけではなくてですね、ご高齢の方など、周囲にも呼びかけをして、涼しい場所で過ごすようにしてください。またですね、自治体からですね、クーリングシェルターといって、公共の施設などを開放することもありますので、自治体の情報を確認するのもいいと思いますね。またこまめな水分、塩分補給は屋内でも行うといいと思います。そして最後ですね、原則運動は行わないことですね。イベントなどもですね、中止や延期などの判断も必要になるかと思います。ただ暑い、暑いだけではなくて、危険な暑さということを認識しないといけませんね。では甲斐さん、ゴールデンウィーク始まった方もいらっしゃると思いますので、ゴールデンウィークの、まずは3連休のお天気教えてください。明日はですね、朝までは少しにわか雨の可能性ありますけども、天気の崩れは小さいと見ています。日中は広い範囲で晴れるでしょう。あさって日曜日にかけて、よく晴れそうですね。最高気温は30度の予想ということで、今年初めての真夏日になるかもしれません。熱中症にはくれぐれもお気をつけください。29日昭和の日は、天気下り坂、低気圧や前線の影響で雨足が強まる時間帯もありそうです。ゴールデンウィークその後の天気も教えてください。見ていきましょう。佐賀県見ていきますと、その後ですね、30日から5月の、5月1日にかけては、曇り雨といった天気になりますけども、2日から3日憲法記念日にかけてはおおむね晴れの天気となりそうです。4日緑の日以降は再び曇り雨ということで、天気はこの先周期変化しそうです。低気圧や前線の動向次第では天気マーク前後したりということもありますので、最新の情報を確認するようにしてください。で、最後に全国の10日間天気見ていきますと、29日にかけては広い範囲で晴れるんですけども、西から天気は下り坂となりそうです。5月1日にかけて雨の範囲が広がってきそうですね。そして木曜日以降も再び広い範囲で晴れるということにはなりますけども、6日ですね、振り替え休日は曇り雨とすっきりしない天気となりそうです。全国的にもですね、やはり28日は暑くなりますので、帽子や日傘も持っていくといいと思いますね。甲斐さん、ここまでありがとうございました。ありがとうございました。